回初めてを見せてくれるのは福岡県那珂川市の松山純くん8ヶ月。松山家の長男として生まれ、いつもニコニコ笑顔の活発な男の子。そんな純くんが今回初めて体験するのは初めての釣り場。カメラを見つけてだんだん近づいてきています。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。